これが令和5番目の仮面ライダー。その名もガッチャード。名前がかなり独特だな。ちょっとゴセージャー思い出しちゃうけど。令和ライダーはさ、シンプルな名前が多かったからね。なんか急に平成ライダーテイストを感じるね、俺は。カードを使うライダーってのも久々だよな。ディケイド以来になるのかな。あとは敵を捕まえてくってのがちょっとブレードっぽいし、ライダーはさ、結構今のトレンドを取り入れることが多いから、最近流行りのポケモンとカードの要素をライダーでやっていくっていう感じになるのかな。主人公が高校生ってのもフォーゼ以来だよね。また学校が舞台になるのかな。フォーゼの時はアメリカのハイスクールをベースにしてたから、今度は逆に日本の高校を舞台にしたら面白いかもしんないね。カードとか高校生とかそういう設定が平成ライダーテイストを感じる理由なのかな。あと、このガッチャードの見た目。これってバッタだよね。スチームホッパーっていうらしいぞ。なんか少年が仮面を被ってるみたいな印象を受けるな。あと、色味は違うけど、体の色が青ってのがよりブレイドっぽさを感じるね。口癖とかで考えると、ちょっとやんちゃな少年っぽい主人公なのかな？なんかちょっとゲンタロウ味を感じるな。名前的にも。令和ライダーの主人公ってさ、トーマとかエースみたいにちょっと大人っぽい主人公っていう印象があるから、こういうテイストの主人公はなんか久々な感じするね。ここまでの設定は割と過去の仮面ライダーにもあったけどさ、錬金術師っていうのはライダーとしては結構珍しい設定なんじゃない？たまにそんなに重要じゃない設定の時とかに使われることはあったけど、ライダーの設定として使われるってのは初じゃないかな。科学者のビルドみたいに自分で武器を生み出したりするのかな。ここら辺とどうやって差別化するんだろう。個人的には錬金術師自体はそんなに重要な設定じゃないんじゃないって思うけどね。来週からのギーツの映画にも登場するみたいだし、いやー映画がより楽しみになってきたよ。去年の冬映画がギーツの設定に似てるからって龍騎が出てきたじゃん。もしかしたら今年はさ、龍騎、ブレイド、ディケイド、そしてガッチャードのカードライダー対戦とかだったら面白そうじゃない？何それ、超見てみたい。